どうもスカイビジの次元所沢でやった企画があるんですが、僕たち1万円企画、はい、失敗したのはサイゼ サイゼとマクドナルド、はい、そしてマクドナルドはリベンジした、うん、そしてサイゼだけかと思いきや、もう一個失敗してる企画がある。おこちらです。俺らが失敗したもの、バケツプリン。失敗っていうか、あれはもうなんだろう。いや、あれはあれで成功ですよ。あれはあれで成功です。成功です。なんですけど、うん、やっぱり僕プリン大好きなんで。あー、そうなんだ。巨大プリンを上から落として、うん、ベチャーで広がる前に食べきるっていうのがやっぱ夢なんです。それずっと言ってるよね。言ってるでしょ。ずっと言ってるよね。だからやっぱこのサイズのプリンをこう落ちてきてベチャってなる前にシュッていくんだ。そう、相当すごいぜ。じゃあ汚れないんだ。じゃあ汚れないけど、まあ一応引くけどね。引かないよ一応ね。一応か、うん、100% ってことはないからね。そうなんだよ。このように永遠なんてない。絶対はあるんだけど死ぬ。これからのあれ、それ深いね。だからこの生きるっていうのは死ぬまでの一発でしょ。うわー、こういう相方なんですよってまーちゃんが言ってた。またそう、あいつめっちゃ生きようとしてたけどな。さあ、というわけで前回はですね、はい、もうね、ここにバー入れて、ガーやった、ビシャーですよ。やってたね。あれもうなんかこぼしたやった。でもちゃんと今回作っていきます。はい、わかりました。作っていきましょう。しょーしっしー。はい、ということでキングガチプリンの作り方。わー、わー、破ってません。うん、しっかり破ってなかった。よかった、俺たちは昔は捨ててましたからね。はい、こっちは捨ててたんですけども、今回は使っていこうかなと思います。変わっちまったよ、スカイピース。牛乳 1.9 リットルを入れた鍋にプリンの素を一くるくるかかき混ぜ、中火でかけませます。で、沸騰したらプリンの層が溶けてからかき火を調整かき混ぜます。そして出来上がったバケツプリンに入れます。それは冷蔵庫に入れて冷蔵庫で12回冷やします。そして周りからスプーンを入れてひっくり返したら完成です。そしてスプリン。ふねふね、私は何したらいいのかね。何したらいい。横にいてくれるだけでいいよ。いやいやいや、お前見守っとくよ。いや、説明書を破らないことを知ったスカイプイズ強いぞ。強いぞ、これから、これから強くなってくるぞ。ほぼ大成功で終わるぞ。ほぼ大成功で終わるよ。大成功で終わるぞ。説明書見出したらよし。はいはいはい、よっ。あー、すごいすごいすごい。ほぼ大成功で終わるぞ。すごいすごいすごい、綺麗に。うわ、うまそう。完成だ。頭にぶっかけていくぞ。クレイジーだ。来い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 。全部じゃないんだよね、これ目分量ですかね。いい、そのくらいか。そこにプリンの素。プリンの素なんてあんの。さあ、これでじっくりコトコト煮込んだスープ、はい、作っていきますけど、今日はスープ作るんですね、先生。そうなんです。プリンではないと。コーンスープですよ。コーンスープ、なるほど。コーンスープにプリンの素入れるんですね。そうなんだ、ね、僕の先生が表しわった牛若、うしやか、スパイクを打つときゃな。何の話。もっと高く飛ぶぜ。飛んじゃった、飛んじゃったもん、話が。さてさて、あとはどうしたらいいの、僕は。うしわかは、とりあえずスパイクの練習してて。えっ、スパイク、スパイク、スパイス、スパイク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 の練習。あれ、うしわかじゃない。うしわか、うしわか、うしわかだよ。うしわかだよ。うしわかなら、いや、うしわかだ。何やんの、スパイク。スパイクの何。あれ、しょうよう。しょうようだよ。しょうよう出身だよ。日向翔陽。日向翔陽だよ。じゃあスパイクの練習だよ。スパイクの練習。うん、スパイクの練習。え、影山。影山直太郎じゃねえよ。影山直太郎じゃねえよ。影山富男。影山富男だっけ。シシ。スパイクの練習しといて。スパイクの練習しといていい、うん、まあでもセッターだけどね。セッターだけど一応ね。セッターだけどね。よっよっ。おお、相手チーム、ね、おーよい、相手チームスパイクで。おい、影山、影山スパイクな。うん、足は使わねえぞ。足使わないよな、基本。基本使わないよな。まあ、たまに危ない時には使うが、基本的には手だよな。基本的には手だよ。手だよな、スパイクは。スパイクやっといて、練習。お前それ、ん、上でできっか。上でできっか。お前それ上でできっかって。上でできっか。上でできねえか。上でできねえよな、これ。上でのバトルだべよ。そうだべ。まあ、上でそれができたらめちゃめちゃ強いんだけど。確かにね、基本的には基本できないから。上だもんな。みんなもう自分の一番高いところでやるんだけど。そうだよ、そうだよ、スパイクは。スパイクだよね。スパイクの練習する。一番高いとこか。答えは言わないよ。答え探すね。先生、答え言ったら分かっちゃうでしょ。スパイク探しなさい。
スパイク探しなさい。スパイクを探しなさい。スパイク探すよお前。先生にお前って言うな。スパイクの練習しなさい。スパイクの練習っすよね。守ってたらもう勝てないよ。すいません、すいません。いいね、いいじゃん、いいじゃん。全然っすよ、自分なんてまだ。いいね、いいよ、いいよ、いいじゃん。はい、はい、ああ、いいね、はい。落ちてる、落ちてる、もうそんな高く上げてないですか。こんくらいで上げたから落ちてから何かを落ちて、ありますドンドン。そういう時もある。先生、そういう時はこうだろ。先生、あーいいね、いいね、あいいよ、あいいね、あっいいね、あっ今のっすよ。何しました今。トスを上げた。あ、今トスっすか。でも自分の判断でスパイク打った。スパイクしました。俺が教えることなんだ。シアトリコに勝ってこい。ところで配球知ってる？にわかです。シシカラメルがもうできてる。下だ。あれできてんのかな。プリンの元が溶けたのを確認したら火を止めると、さらにかき混ぜて粗熱を取る。粗熱取っていこう。で、なんとなく粗熱取ったらここに流し入れるらしいですよ。説明書見てる？まさか。いや、説明書見てるよ。天才じゃん。最初から見てた。マジ天才じゃん。やだー。にゃんちゅうじゃん。にゃん、にゃめるめる。うわー、いつ俺熱がなくなる。粗熱いつ。粗熱わからないです。すんごっ。ん、唾すんごっ。指入れて熱くなかった時じゃない。行かせていただいていいですか、私。はいよ。結構かき混ぜてる。やはや、もう読むや読む。君の指が心配でなりんす。心配だよ。ビビっとるやないか。あ、これだいぶいけるわ。粗熱取れてる。粗熱取れてんね、これ。お風呂ぐらいっちゅうこと。まあちょっと厚めのお風呂かな。入れる？入れない。よかった。入れない。入れるって言ったら、これは入れてもらうとこだった。ああ、入れても、足を入れ、足湯するとこだった、ここで。シシ昔覚えてる、なんかさ、つけれる粘土の中に爆竹入れるみたいな。わかるよ。昔の方がすごかったかもしれない。昔の方がチャレンジしてた。あとあれ、ヘリコプターに爆竹。爆竹大好きってな、あの頃俺ら。天下にも爆竹入れてたしな。天下に入れてたっけ。天下に爆竹入れたんだけど、ローションで不発しちゃう。さあ、そう考えたらさ、田舎の方が外撮影できね。うん。となると、確かに俺たちが本当に面白いことをやりたいと思った時は田舎に移転するしかない。もう俺らも所沢とか埼玉の。そうだね、俺たちも行くとしたらやっぱそこはね、埼玉出身ですから、ね、俺たちもスカイピースはね、スカイピースは埼玉県出身ですから。出品ですか。出品、売られてました。埼玉に生まれ、埼玉で育ち、埼玉から出てきた男たちだから。でもいた期間半年いないくらい。4ヶ月濃ゆいよね、4ヶ月が。いや濃ゆいよ、4ヶ月だって。そのうち1ヶ月は俺だって怪我していなかった。いなかったよ。だって引っ越す時泣いたもん。うん、思い出ありすぎて。その次のスカイハウスの話の出なさやばいだろ。出なさすぎじゃん。出なささやばいよね。もういいんじゃないそれ。あっちぃ！シシさあ、ということでこちら見てください。ドルナムプリンの完成です。だいぶでも熱は取れましたね。まあでもこれ溶き切ってないっちゅうことよね。いや、なんか逆にね、固まった。あ、もう、うん、おお、うわごめん。完成したてのプリン止めた。これで完成です。これを8時間。10時間ですね。10時間です。なんで8時間って言ったんでしょう。10時間冷やし、はい、明日になれば大きいプリン完成ですか。所沢からの。オープン。ギリギリ。あ、プリンの定点カメラいる。いらん。シシ、それでは1日経ちましたね。そのプリン待って、めっちゃ重い。嘘、この重さがずしとくのやばい。うわ、普通に美味しそう。羨ましいな。ん、みずみずしくなる。あれこれ怖いけど、もうダメだ、これぶっつけ本番だな。ちょっと一口だけ食べようよ。いただきます。うわ、硬っ硬っ。やめなさい、やめなさい。うわ、めっちゃ美味しそう。うまい、うまい、めっちゃうまい。うわ、ちょっと俺取っとくわ。硬いわ。シロップもありますよね、確か。シロップは大丈夫。え、飲んでよ。うわ、
じゃない。おいしい。おいしい。頭もげた。ちょっと一応この服とかね。まあまあ顔周りはねちょっと。そう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 。もらいもんだからさ。ちょっとゼラチンみたいな。よし。テオ君。そこまで行く？いやもうこぼさないけど。そこまで行く？こぼさないけどね。帽子くらいでよかったかと思ったけど。ますね、よーし、この次こそ大成功させてやる。あ、俺のプリン大好きな夢だ、叶えてやる。いきますよ、テオ君。こーい、やったね。やったー。スリーイエーイテイーイ、うわで3度目の正直でもう一回やりたいと思ってますけどねー。アシュラスラピスはなぞなぞクイズ、俺の IQ はマジで高いぜ、イエーってジンタンが知ってた。 What the fee、 ちょっと出ろちゃん、何が起きた？最初まず最初まず、カラメルに目をカラメルに目をつぶされて目、ここ目溜まってたもん、カラメルがカラメル溜まってたもん。そうしてくんので、ね、こうと思って見ようとしたらここに落ちてあれピーマンどこにいた？え、あとあとここしっかり行くのよ、僕の大好きな夢叶ったじゃん。うまうまいよね